ます。4月3日火曜日、ただいまの時刻は8時1分になりました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしております。モーニング那覇、本日火曜日のお相手は綿貫かなでございます。これからの1時間どうぞお付き合いください。またこの番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。ありがとうございます。さあ先週はゲストを呼んでですね、あの噂の棚原かなでを呼びまして、今回は一人なんですけれども、あの前回ですね、あのそのゲストの棚原かなで、あちょっとどうした棚原かなで言いにくいんだよな、かなでがですね、来週からというか4月からのモーニング那覇の月曜日担当しますよってことを言ってたんですけれども、唐突に1ヶ月やるよってポンって出てきた人がいましてですね、私の知り合いなんですけれども、昨日ね聞かれた方はもう分かると思うんですけれども、実はですね棚原かなではじゃないやつが喋っていたので、皆さんえっと思ったかもしれないんですけど、まあ、昨日のやつちょっと聞けなかったんで、なんかその話をしてるかもしれないんですけれども、一応ね、まあ、先週のラジオでねそういうことをね私が話していたので、一応まあ違ったんですよって、5月からになりましたねってことで、これ言っていいのないかな、大丈夫かな、まあ5月からなりましたってことでございます。はい、おはようございます。いやーですね、いやーやらかしたなと思ってから、先週がっつり熱出しまして、火曜日終わって、まあ、水曜日木曜日あたりかな、そっからもうずっと熱出しまして、もうまだ引きずってるんですよ。一応熱は出してないんですけど、普通に喉がね今やられててみたいな。これがですね、懐かしいことに1月に少年王のミュージカルに出た時にですね、同じような風邪になりましてですね、ちょっと無理をしたりとか、ちょっと冷やしすぎてしまったね体をねみたいななってしまったので、ちょっとそういう感じでね、ちょっと体に影響が出てしまってって感じなんですね。一応鼻声なんですけれども、なんとか、お許しいただければと思います。まあそんな時にですね、やっぱり大事だなって思ったのが水分補給だなと思って、で今日ですね、なんとね、水の日らしいんですよ。何それみたいな話ですけど、水の日で、4月3日は水の日で、京都市のですね、清水寺をはじめとする全国の清水寺で作る全国清水寺ネットワークが1998年に制定したらしいですね。で4、3で清水で清水なんだけど、清水みたいなの語呂合わせらしいですよ。なのでちょっと水の話していこうかなと思うんですよね。まあ私みたいに、私のさっき話みたいに、やっぱり体調不良の時は水分補給だよねみたいなね話とかね、あとなんかいろいろ水に売っててもなんかいろんな種類あるじゃないですか。でその中でやっぱりどの種類が好きかとかいう話をしていこうかと思います。さあ、この番組はですね、リスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いいたします。また FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りくださいね。この放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっていますので、そちらでもお楽しみくださいねと、後ほどですね YouTube にも上がったりしますので、検索していただいて聞いていただけることも可能でございますので、よろしくお願いします。まあって言っちゃった。さあ、Twitter の方で、Twitter じゃん、ツイキャスの方でですね、はい、アイミリキーさん、ライチさん、かっちゃんさん、おはようございます。いやーですね、もう一斉みんなね元気。はい、おはようございます。今高速バスで名古屋に移動中です。アイミリキーさんがですね、おー頑張ってますねっておかしい。エライチさん、グッモーニン那覇ね。はい、アイミリキーさん、綿貫さんも 1ヶ月だけ、いやまだ見切りはついておりません。はい、かっちゃんさん、おはかなちゃんどうした、降板したかと思った、思ってない。まあそんな感じでですね、曲も終わっちゃったからね、オープニングの曲もね、オープニングの曲に行きたいと思いますよ。なんかちょっと昔の曲持ってきちゃって。はい、ラッツ&スターで恵みの人です。どうぞお聴きください。Thank you.
時刻は4月って言っちゃった。もう8時だよね。4月って言っちゃったよ。ただいまの時刻は4月って意味わかんないよね。びっくりしちゃった。はい、ただいまの時刻は8時8分を回りました。カルチャンプルーナおきえ通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇、これからの時間は今日のお天気と道路交通状況と、あと時間があったらツイキャスのコメントも触れていきたいと思います。はい、本日4月3日ですね、今度こそ4月3日ですねは、晴れ時々曇りでございます。南東の風晴れ時々曇り、波は2メートル、うねりを伴います。降水確率です。6時から12時が 20%、 12時から18時も 20%、 そして18時から24時が 10% に下がります。全体的に、今日は、低めですね。那覇市の日中の最高気温は25度となっております。私ももうこのちょっと薄手の七分袖のもので1枚できました。まあ私も車で来てるのであれなんですけれども、そんなに重装備じゃなくてもまあいいかなっていう感じですね。一応我慢できる、我慢してるわけじゃないんですけど、まあ大丈夫でしょうのレベルですね。はい、鼻声です。本当失礼します、ね、聞き取りづらいかと思うんですけど、頑張って聞き取りやすいように喋っておりますので頑張ります。はい、続きまして気象警報注意報です。沖縄本島地方では、3日まで空気の乾燥による火の取り扱いに注意してくださいね。こんなしてマッチポーってしたらポーってなりますのでっていうことを毎回言ってるんですけれども、はい、続きまして、8時10分現在の道路交通状況でございます。今日は比較的本当に渋滞が少なめですね。私が走ってた時はこう車数は多いかなって思ったんですよね。車の台数はちょっと多いんですけれども、結構スイスイ進んでいくので渋滞はあんまりないのかなという感じですね。はい、ですね、いつも通りの顔なじみの渋滞がいませんので、こちら省きまして、はい、こちら義母交差点から古島交差点に向かう道中、こちらがですね、義母交差点寄りの方がこちらが、混雑しております。そして、あさと交差点ですね、こちらもあさと交差点から、草原寺通りまして泊まり交差点に向かう道中、こちらあさと交差点寄りの方が、長めの渋滞がございます。そしてあじゃ交差点から泊まり交差点に向かう道中、泊まり交差点に向かう道中ですね、こちら泊まり交差点寄りの方がですね短めなんですけれども、こちらも混雑しております。さあ、続きまして、沖縄道でございます。こちらも本当にびっくりするぐらい規制もなくてですね、あるのはですね、沖縄道の上り、西原ジャンクションにですね、故障車がございます。そして、なんだこれはすごいな、沖縄道の、こちらの下り、山里バスステーションですね、バスストップかな、バス停ですね、こちらになんとですね、初めて見ましたよこれ、散乱物がございます。怖っ、何それ。この前はなんかどっかの時に私が普通に沖縄道走ってたらタイヤとか落ちてたりしたんで、なんかそういうことかな。あ、でもこれ落下物か。なんか散乱物ってことはなんかこうパーンってなってるってことかな。今のちょっとマイクの音でかくてびっくりしちゃったね。さあそうですね、まあ以上です。なので、ちょっと時間が少し余りましたので、ツイキャスの方触れていきたいと思います。はい、どこ行ったかな、あ、ライチさん鼻声やし無理すんなよと、ありがとうございます。鼻声に関してですね、ライチさん鼻声だと落ち着いて読めてる。あー、肌水があれだからか、肌水って言ってしまった、ちばりよ、ありがとうございます。アイミリキーさん、産卵物って違いますよ、産む方じゃなくてですね、はっちゃけてる方です、散らばってる方ですね、こちらが散らばっていますよっていうことでございます。さあ、自転車の店タオさんおはようございます。さあ、ライチさんじゃないや、アイミリキーさんが髪切ったって言ってますけど、髪切ってないですよ、一つにちょっと結んでるだけです。ちょっと段差がある感じでこの前切ってもらったので、結ぶとなんか一つ結びじゃないや、ショートヘアになるよ。はい、なんていうかわかんない、水ってちょっと今日水の話だからね。何これ、脚立ってなんて読むのこれ、飛脚じゃないか、わからんけど、まあなんか高速道路にこれなん脚立何これ、あ、脚立か、ごめんなさいね、すいませんね、ありがとうございます。脚立が落ちてた、しかも車線の真ん中に、あれはビビった、あ、ビビりますよね、
乗れっつんかって話ですよね。乗れないよって話ですよね。でもね、やっぱり気をつけないといけないですよね。しかも結構飛ばすところだから、ガシャンズゴーンとか言って、なんか言ってね、飛んでトランスフォームみたいなイメージになりますけど、まあそんな話は置いといて、以上、今日のお天気と8時、10分現在の道路交通状況と、あと私のくだらない、ツイキャスに対してのコメントでした。はい、飛んでトランスフォーム、ほんとほんと、なんで話してんだよねって感じですけれども、さあ、後半じゃないや、ここで1曲聴いていただいてニュースになりますね。はい、鼻声なんですけど失礼いたしますね。後でちょっと鼻かんどくんで、この曲で楽しんでる最中に私鼻かむんでちょっと許してくださいね。はい、倉木舞でですね、渡月橋ですね、君、渡月橋、君思うですね、どうぞお聴きください。ただいまの時刻は8時17分になりました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報どっち面から今日のニュースをお伝えします。すいません、鼻がまず沖縄タイムスの総合面よりお読みいたします。はしか患者12人に拡大、県予防接種の徹底呼びかけ。県地域保育課は2日までに県内で新たにはしか患者が9人確認され、合計12人になったことを発表しました。12人は0歳から40歳代、3月下旬に台湾から沖縄本島へ観光で訪れ、最初に感染が確認された30代男性が利用した那覇市内のホテルや大型商業施設、中部地区の飲食店などで感染が広がったとみられています。続きまして、こちらは、経済の面よりお読みいたします。シーミーに県産菊、シーミーの時期に合わせて県産切り花の消費拡大を呼びかける2018年シーミー花キャンペーンが2日始まりました。同日、浦添市の県中央卸売市場で県産菊などの競りが開かれ、色鮮やかな花が次々と取引されました。キャンペーンは4月30日までとなっております。続きまして、琉球新報の芸能の面よりお読みいたします。思考停止問う劇、劇団オゼの第51回本公演、必要のない私たちが7日午後7時と8日午後1時から沖縄市民小劇場アシビナーで開催されます。エロ本自動販売機に関わる必要とされない男女3人の苦悩と変化を描きます。演出作の永田は、世間からダメだと言われているものがなぜダメなのか、思考停止をやめて考えるきっかけになれば嬉しいと話しています。前売り券は一般2500円、小中高生1500円、当日500円増し。お問い合わせは同劇団 098-866-6118 まで。続きまして、社会面よりお読みいたします。シーサーの日、今日イベント。4月3日は数字の語呂にちなんでシーサーの日。那覇市坪屋の八千文通りと坪屋焼き物博物館で第17回坪屋でシーサーの日を開きます。イベントを前に2日実行委員会が坪屋と牧師にあるウフシーサーを清掃しました。ウフシーサーは長さ約 3.5 メートルで、重さは
約3トン、壺屋焼きでできており、7年前に設置されました。以上、沖縄タイムス、琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。終始ですね、鼻がググッとなっていたんですけれども大変失礼しました。体調管理もね、やっぱりね、仕事でございますので、今後もね、ちょっと頑張っていきたいと思います。いろいろ詰め込みすぎてですね、自分に歯向かう、何だこりゃ、自分に返ってきてるんですね。もう辛い、これ辛い、もうちょっとやめよう、気をつけよう、こういうの。はい、っていう感じでございますね。ビタミン取らんとと言ってますね。ほんとビタミン取らないといけないですね。そういえばさっきの今日のテーマとはまた関係ないんですけれども、今日さっきのコメントとか、さっきの、道路交通状況の時にですね、あったんですけれども、アイミニキーさんがですね、高速道路のトンネルで豚が寝てたよっていうコメントがあってですね、どういうこっちゃと思って、豚が逃走して高速道路でなんか走り回っててみたいな、なんかのは前聞いたことあるんですけど、寝るんだと思って、あ、でも寝るか、寝るけど、トンネルのどの位置だろうね。真ん中で寝てたりしたらね、危ないですよね。でもいい感じに避けて寝てたのかな、車をね。可愛いですね。で、それにちなんでですね、アイミリキーさんがですね、高速道路にカナさんが散乱してたとか言ってるんですけれども、散乱って、私が散乱してたって言ったら、なんかちょっとイメージ的に卵を産んでるみたいなイメージじゃないですか。やめてもらっていいですか。産まないんで私。人間、哺乳類、哺乳哺乳。私、哺乳哺乳なんで、やめてもらっていいですか。まあ、散乱してたっつってもね、散らばるみたいな方ね、散らばらないんで私。何さ、両生類だったのか。もうやだ、もう困るこれ。ということで、そうですね、そういえば昨日は、昨日じゃない、おとついは4月1日ですね、エイプリルフールだったんですけど、皆様なんか話しましたかじゃない、嘘つきましたか。私なんか今ちょっとコメントで流れてるんですけれども、私綿貫かなって名前なんですけども、本名なんですよね。こちらが綿貫って書いたら、綿貫って入力するとなぜか4月1日って出てくるっていう話を、前名字の話をした時に4月1日の方の綿貫だったらなんかかっこよくないみたいな話をしたんですけれども、あれエイプリルフールかなって名前はどうですかって言われたんですけど、アイミリキーさんに却下です。嘘つきかなじゃない、ちょっと待ってくださいね。失礼しました。いや、ずっと喋ってるとね、喉がガラガラになっちゃうんですよね。チカなんで今チカって言ったんだ、びっくりした、っていうかって言おうとしたらね。でどこだ、綿貫さんなのかと言って、の中の銀のミツさん、ミツって読むのこれ、銀のミツさんが綿貫さんなのっつって、その4月1日の方の綿貫さんなのって言ってるんですけれども、私はあんまりね、ちょっと自分のフルネームというか本名というかひらがなじゃない方の綿貫っていうのをちょっと恥ずかしいんですけれども、あれですよ、綿を貫くと書いて綿貫と読みます。だから4月1日じゃないよ。そうなんですよ、かっちゃんさん、私本名だったんですよ、イエーイ。自転車の店タオさん、綿貫かなの貴重な産卵師。だからもう私がじゃあ卵こう数えとくんで、それも産卵って言っといてください。シュートさん、おはようございます。さあ、時間も時間ではないけれども、ちょっとね忘れそうなのでちょっと宣伝しておきますね。私いつもてんやわんやになってしまうので、ちょっとね前もってね、こうちゃんとやっとかないといけないと思いますよ。はい、この度ですね、自分の自主公演、自分で企画した主催する舞台をまた再びやります。1年に1回はやるっていう私のなんか
マイポリシーみたいなことをね早速叶えちゃったよみたいな感じでございます。はい、1984年という作品ですね。こちらあの聞き覚えがあるかのかと思うかどうしたかとんかん、うん、待って待ってもう一回ね、聞き覚えがある方もいるかと思うんですけれども、ジョージ・オーウェルの1984年という作品をですね、それを原作に、脚色した問題作となっております。私たちが問題作って言っております。こちらが、政府によってですね、恋愛だったりこう禁じられているんですけれども、その恋愛を経て生まれた4人の女が一応主人公っていうかなのかな、まあ一応まあストーリーキーパーソン的な感じなんですけれども、ビッグブラザーに支配されている世界では戦争は平和であり、自由は奴隷であり、恋愛は害悪とされております。思想の統一をこう強要されているんですけれども、そういう、まあ、そういう施設とかでこう思想の統一を強制をこう強いられている人たちがいるんですけれども、その人たちの、その国のお話というか国というか、あもうなんか私あらすじ下手だな、まあ、とりあえずまあジョージ・オーウェルとか言っときゃなんとかなるでしょうと思っております。こちらがですね、4月20日19時4月21日14時18時4月22日、14時18時の計5回公演となっております。まあ今文字がねいっぱい並んだのでちょっと分かんなくなっちゃうかと思うんですけれどもね、私のねツイッターだったりフェイスブックだったりとかで調べていただければ出てくると思いますので、詳しくはそちらを見ていただければと思いますね、ラジオを聞きの皆さん。そして、料金がですね一般2,000円、高校生以下1,000円、当日は500円増しになります。場所は我が町の小劇場さんで行います。ちなみに、我が町の小劇場の主催という形でやらせていただきますので、こたびもリピーター割引がございます。500円ぐらい割引になったりするんですよ。ちょっと話しすぎて喉がやばいんで失礼しました。自転車の店タオさんがですね、今が1984年みたいな日本だよねって言っているので、一応分かってるんですね。すごいですね。待って、ちょっと、私が宣伝をしている間にいろいろ話が進んでいる。ツイキャスのコメントですね、綿抜きかなってこんな感じって言って、綿を貫くって言ってんでしょ、なんで綿を抜歯するんだよ、抜歯ってのは歯やん、抜かんでください、貫いてください、そしたら綿抜きになりますよ。なんで私こんなところで本名を晒してるんでしょうかね。あ、私もうやばいです、時間がやばいです。ということでですね、前半終了のお時間となりますね。引き続きモーニングナハ8時30分からの後半もお付き合いいただけるととっても嬉しいですよ。登場また後ほどお会いしましょう。はい、たーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回はこの言葉、スーミー、スーミー。意味は見てないふりをしていながらも実はしっかり見ているとか、気になるけど別に私は気になりませんわって感じを装いながら実は超気にして見ている、そんな感じで使います。まあ誰でも経験があるんじゃないでしょうか。例えば公園のベンチでラブラブーラブラブーしているカップルをスーミーするとか、バスで隣に座っている人が本を読み出すと私はついついスーミーしてページめくるのが早いんじゃいと勝手に突っ込んだりしています。皆さんもぜひ使ってみてね。です。今日も元気よくウチナーグチナウのお時間です。今日のワードはこれ、アイヤーアイヤーアイヤーとは、予想もしなかった事態に遭遇した時自然と出てくる言葉で、あらまあとかやっちまったくらいの意味。私の場合、コンビニで買い物をして帰ろうとした時、お客様と呼ばれ振り返ると買った商品がレジのカウンターに。あいや、まただ。皆さんも経験ありませんか？今後私みたいに恥ずかしいことが起こった時にも迷わず使いましょう。
あいや、まあいいや。無駄吠え、噛み癖、引っ張り癖で困っている方、諦めていた愛犬のしつけ、シオンドッグスクールがお手伝いします。警察犬協会全国大会2位の実績、まずはお気軽に見学を。098-992-4566。これがステーキだ。食の王様、ステーキハウスエルシャダイ牧師店グランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市牧師 2-4-11 ステーキハウスエルシャダイ牧師店。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。 78.0 亜熱帯ラディオ FM 那覇。よし言えた、よし吐いたいっていうのが夢だったんです。まあ泣いちゃうなんだけどね。はい、改めまして FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。4月3日火曜日、ただいまの時刻は8時32分になっちゃいましたね。30分じゃなかったね。はい、カルチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日火曜日のお相手は引き続き綿貫かなが務めますよ。後半30分間もお付き合いいただければ嬉しいと思います。鼻声なんですけれども失礼しました。ですね、ちょっと前半の30分を話してみて思ったんですけれども、ちょっと喉が結構やばいので、やばめなので、ちょっとオフトークとかももう一切しないんですけれども、今回は許してくださいってか、まあ、最近しないんですけどね。ははまあそんな感じで、今日のフリートークのテーマなんですけれども、お水の話だったんですけれども、一切水の話をしないで終わりましてからびっくりしてる。アイミリキさんに突っ込まれてほんまやと思ってびっくりしたんですけれども、さあ、何の話かって感じなんですけれども、本日ですね、4月3日は、お水の日、水の日らしいんですよね、ひらがなで。京都市の、清水寺をはじめとする全国の清水寺で作る全国清水寺ネットワークが1998年に制定したのでございます。4と3、4月3日、4と3、し、み、し、み、ずの語呂合わせでございます。さあ、そんな感じで、水の話をしていこうじゃないですか。今言いたいのは、水が今欲しいということでございますね。飲まないとやってらんないよ。これは水の話をしてますよ。さがつくやつじゃないんですからね。だからちょっと飲ませてもらってもいいですかね。すいません。はい、飲みましたよ、飲みましたよ。まあ正確に言うとこれちょっとお茶なんですけれども、水ってことに今日はいたしましょう。さあ、私やっぱりお水飲むんだったらあれかな、一番やっぱり先にパッて買っちゃうのはイロハスかなって思うんですけれども、やっぱイロハスのその何、容器、ペットボトルがぐしゃっとなるのが好きなんですよね。あれ軽いからすごい楽なんですけど、けどペットボトルが空になった時に置いとくとパーン、ドルルルとか飛んでくんで、あーってなりますよ。まあ潰しとけって話なんですけれども、てか空になったの置いとくなって話なんですけれども、まあ思うよねっていう、まあそういう話をね、今度こそしていこうかと思いますので、皆様どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、この番組ではですね、リスナーの皆さんからの メッセージとリクエストを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いいたします。 FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからもお送りすることができますので、よろしくお願いします。この放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただくと、トップページからお楽しみいただけるようになっていますので、そちらでもお楽しみくださいね。ということで、さあ、
で、ツイキャスの方では勝手に私があの忘れたので、あの普通にあの何これあの延長してしまったんですけれども申し訳ない。アイミルキーさんが歯が痛いと言っておりますが、知りません。さあ、こんな感じでお送りしたオープニングトークも終わりまして、じゃあ曲に行きたいと思いますよ。少しちょっと懐かしいかなっていう感じる方もいると思うんですけれども、大丈夫ですよ大丈夫ですよ、大泉洋だからよ。先週も大泉洋さんの感じで話した流したんですけれども、こたびは、所属しているチームのですね、チームナックスの曲になります。ちょっとふざけた曲なんですけれども、聞いて覚えてなんか懐くくらいにあの知ってほしいなって思って流しましょうね。はい、チームナックスでナックスハリケーンです。どうぞお聴きください。ただいまの時刻は8時39分を回りました。カルチャンプルな OK 通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。の前にちょっと、直樹先生が、来ましたので、こんにちはさようなら、はい、じゃあ帰りましたね。はい、来てすぐ帰りましたので、ちょっと先にご挨拶をさせていただきました。さあ、そうですね、初めに今日のお天気からお伝えいたします。はい、はい、お疲れ様です。直樹先生また来週もお願いします。はい、本日、3日はですね、晴れ時々曇りでございます。南東の風晴れ時々曇り、波は2メートル、うねりを伴います。降水確率です。6時から12時が 20%、 12時から18時が20%、 そして18時から24時が 10% まで下がります。全体的に、低めの、降水確率ですね。続きまして那覇市の日中の最高気温でございますが、こちらは25度となっております。暑いの、喉がちょっとやばいので少々お待ちください。はい、失礼いたしました。はい、気象警報注意報でございます。沖縄本島地方では3日まで空気の乾燥による火の取り扱いに注意してください。ちなみに私もですね、咳が出るのは空気の乾燥のせいと思い込んでおります。喉がねちょっとイガイガするんですよ。乾燥するからかな。まあ申し訳ないですね。干潮ってちょっとすごい普通に干潮って言ってしまった。違うからね、普通に今間違えたんで、ピーって後で入れといてください。生放送ダメリだ。あー大変失礼しました。普通にね乾燥って音したら干潮って言ってしまったんですよ。間違えましたよ。はい、続きまして8時41分現在の道路交通状況をお届けいたします。さあ、前半に引き続き、渋滞が少ない、本当に少ないですね。顔なじみの渋滞が不在、帰省しておりますね。はい、こちらがですね、小羽倉から代々木交差点に向かう道中、こちらが、長い渋滞がございます。そして、浅戸交差点ですね、こちら、先ほども変わらずなんですけれども、草原寺を通りまして泊交差点に向かう道中、こちらが、浅戸交差点寄りの方がですね、こちら混んでおりますぐらいかなですね。はい、以上です。で、沖縄道でございます。こちらも規制がなくてですね、そうですね、渋滞じゃない、故障者が増えただけでございます。故障者がですね、先ほどと変わらず沖縄道の上り西原ジャンクションにですね、故障者がございまして、そして2台目、沖縄道の下り、沖縄、あ、これ2台目じゃなかった、沖縄道の下り沖縄、南インターチェンジに故障者がございます。先ほど散乱物って出てたんですけど、そちらが消えていますね。
そして、3体目、沖縄道の下り、伊芸サービスエリアに故障車がございます。てんてんてんと3台、故障車がございます。今日はどうしたんだろうね。さあ、まあそんな感じでございまして、時間が余っていませんでした。よかったです。さあ、このままですね、曲行こうかなと思ったんですけれども、ちょっと今日ですね、皆さんとあんまりツイキャスの方で絡めていないので、ちょっと曲流さないで頑張ってみようかと思いますので、このままジングル流しますので、聞いてください。どうぞ聞いてください。ジングルです。はい。時刻は8時44分になりました。これからの時間は沖縄タイムズ、琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに、沖縄タイムズの、総合面の、よりお読みいたします。はしか患者12人に拡大、県予防接種の徹底呼びかけ。県地域保育課は2日までに県内で新たにはしか患者が9人確認され、合計12人になったと発表しました。12人は0歳から40歳代、3月下旬に台湾から沖縄本島へ観光で訪れ、最初に感染が確認された30代男性が利用した那覇市内のホテルや大型商業施設、中部地区の飲食店などで感染が広がったとみられています。続きまして、経済の面よりお読みいたします。シーミーに県産菊。シーミーの時期に合わせて県産切り花の消費拡大を呼びかける2018年シーミー花キャンペーンが2日始まりました。同日、浦添市の県中央卸市場で県中央卸市場で県産菊などの競りが開かれ、色鮮やかな花が次々と取引されました。キャンペーンは4月30日までとなっております。続きまして、琉球新報の芸能の面よりお読みいたします。思考停止問う劇。劇団オゼの第51回本公演必要のない私たちが7日午後7時と8日午後1時から沖縄市民小劇場アシミダーで開催されます。エロ本自動販売機に関わる必要とされない男女3人の苦悩と変化を描きます。作演出の永田は、世間からダメだと言われているものがなぜダメなのか、思考停止をやめて考えるきっかけになれば嬉しいと話しています。前売り券は一般2500円、小中高生1500円、当日は500円増しとなります。お問い合わせは同劇団 098-866-6118 まで。続きまして、社会面ですね、こちらからお読みいたします。シーサーの日、今日イベント。4月3日は数字の語呂にちなんでシーサーの日。那覇市つぼやの八千文通りとつぼや焼き物博物館で第17回つぼやでシーサーの日を開きます。イベントを前に2日実行委員会がつぼやと牧師にあるウフシーサーを清掃しました。ウフシーサーは長さ約 3.5 メートルで重さは約3トン、つぼや焼きでできており、7年前に設置されました。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えしました。
よし、水の話をしましょう。今日はですねフリートークの、テーマが水の話なんですけれども、なかなか水の話ができませんで申し訳ございません。水の話ってことでテーマで、コメントをそうそう少々いただいているんですが、その前に、恋するかっちゃんさんからですね、恋するってついてないんですけれども、恋愛天気予報が来ておりますので、恋愛予報士のかっちゃんが、かっちゃんの、恋愛天気予報でございます。兵庫県はカナの日だからかっちゃんが興奮で晴れ間が広がります。かっちゃんの恋のハートが満開、カナのツバがぶっ飛んでいるので感染注意以上です。怖いんだけど、私の感染とか言ったらもう完璧に今風邪菌じゃないですか。でもウイルス性はないみたいなこと言われたので、一応ね感染は多分しないと思うんですけれども、声がちょっとやばいことになってるんですけれども、ご愛嬌でございます。そして、この前にですねトークテーマの前に、野の中の銀の蜜さん、思い出したとコメント急に、綿貫さん確か前に前城、これはみすずさんですね、前城みすずさんの番組にゲストで出てましたよね、 FM 小座の。出てないはず、出てないはず、出させてもらったことあるかな。ミスさんとはあまり交流がないはずな。誰だ誰だ、綿貫の名を飾って出たの、びっくりした。顔が似てるとかですかね。前出させてもらったのはひとみさん、ひとみのびっくりラジオとか、あともろもろぐらいですかね。それぐらいしか出させてもらってないかなと思うんですけれども、なんかすごい顔が似てる人がいたのかな。似てる人たまにいるんですよ私。さあ、テーマの話をね今してないんじゃないかっていうコメントをまたさらに見つけてしまったので、お読みいたします。アイミリキーさん、テーマ水、サーバーに10キロのタンクをセットする機械を使っています。ウォーターサーバーじゃなくて、冷たい水、熱い水を使うのに便利ですが、タンクを変えるとき重くて腰を痛めます。急に咳するってね、びっくりした。私もウォーターサーバー使ってるんですけど、やっぱ大変ですよね。しかもなんか重いし、なんか私その重いものをさらにウォーターサーバーレベルの場所までこうういしょーって持ち上げて設置するじゃないですか。あれやっぱり力ないと辛いですよね。うちじゃもう母親の仕事になってるんで、あれははーごめんね。いや私もたまにやったりするんですけれども、やっぱりね、力がないと、まあ、母親力あるから。兄が東京に行く前に、こっちにいる前とかもほとんど母がやったんですよ。兄があんまりね家にいなかったりとか、あんまり力がねって、あんまり力なかったんでその時は、だからまあ母親がいつもやってましたね。でその後になぜか歯が痛いと言っていますけれども、頑張ってください。そしてですね、かっちゃんさんからもテーマの、水の話いただいております。かっちゃんはねウォーターサーバー持ってるんですが、家族が水飲みまくるから12リットルの水が2日でなくなるので大量に注文してるので家の水道水を入れたった笑以上です。意味ない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 、ウォーターサーバーの意味ないよかっちゃんさん。なんでよ、カナのボトルに水道水入れようか、やめて。水道水、水素水がいいだったら。なんかね水道水は何だったかな、日本は水道水が飲める国みたいなこと言ってたんですけど、私ニュージーランド行った時に普通に外人が水道水コップに注いで飲んでたので、おやと思ったんですけれども、どうなんですかね、味海外の水とかで違うのかな。私もあんまり水道水あんまり飲みたくなくて、なんかねなんかわかんないじゃないですか、人間不信だから私朝のモーニング那覇でさっぱりやろうってしてるのに人間不信とか言葉使うし、官庁とかさっき言っちゃうし、ほんともう大丈夫かなって感じですよね。野の中の、銀のみつさん、眠い、寝たい、寝よう、おやすみなさい。はい、そうですね、
なんか私の顔見たらこけし人形とか言われてるんですけれども、はい、トンコッシュさんおはようございます。炭酸水は家に常にある。あーいいですね、炭酸水か。うちの母親も好きですよ。私炭酸水はあの物によるんですよね。苦手なもの、あーすごい、なんか無理やり炭酸水にしてるっていうのは苦手で、普通に、なんだっけ名前忘れちゃったけど、私もあんまり飲まないので名前がちょっと微妙なんですけれども、なんか物によって飲めるのとか飲めないのとかありますけど、炭酸水好きな人いっぱいいますよね。やっぱりなんかダイエットにもいいみたいな感じがあったりするのかな。いいな、よきよき。はい、トイレ終わったらちゃんと水流してよと言ったらアシさんが言ってますけど、流すし手もちゃんと洗うし、もうなんでここでも一応水の話だから言ったから言ったけどさ。はい、野の中の銀のみつさん、寝てなかった、テーマ水の話。今夜の作業で道路に大きな、何これちょっと読めないんですけど、ちょっと困ったよ、困った困った、どうしよう、ちょっと待って、私のフリートークで今詰める、あー、これがもう言えない、穴かよ、なんでこれ難しい感じの穴使うの。大きな穴を掘って水を通す水道管を入れる仕事をしている。直径が1メートル1メートル35センチの大きさ。おえーすごい、なんで、あ、そういう作業をしている方なんですね。お仕事されてるんですね。いいですね、水を、ね、通す作業とか、ね、ロマン広がるじゃないですか。もう鼻声でもよくわかんなくなってるけどさ。はい、自転車の店タオさん、もうやだ、漢字ばっかり、もうやだ、読めない私、みんな私のことバカにしてるんだろう、そうやって最近漢字が読めるふふとか思ったから。あ、信州さんだ、あ、信州さんって言っちゃった。信州松本は水が美味しいのでペットボトルは買ったことがありません。そうなんだ、じゃあ全然もう何売れ行き悪いみたいな感じなんですかね。あ、てかもうそんな話をしてたら時間が、あー、キササキササミ、あ、待って待って噛んじゃった、カササキ、あ、カササギって言っちゃった、あ、私の次のキャラクター言っちゃった。坂木間さん、チューチュースタンプありがとうございます。そんな感じですか。モーニングナハの終了のお時間が近づいてまいりましたので、明日は若菜さんがお送りしますのでそちらもお楽しみくださいね。ちなみに宣伝できなかったけれども、4月舞台もよろしくお願いします。じゃあまた来週お会いしましょうね。皆様バタバタですいません、いってらっしゃい、ゆうなせた。ふう、バイバイ。でも9時まで喋らせてもらってるのでちょっと喋るよ。ちょっと今日はねバタバタですいませんね。いつもバタバタなんですけど、はー、あ、ミツって読んでた、ホタルだったの、あ、すいませんね、ちょっと、あ、本当だ、ホタルだ、字がねちょっと小さくて完璧に銀のミツって読んでましたね。何の話だよって感じですよね、誰だよみたいな感じ。ホタルさん、これ私も今日からホタルさんって呼びますね。はい、ホタルさんって呼ぶ。急に黙る人。あっと4分ぐらいあるのかな、 3分くらいかな、ありますね。私の喉が潰れない限りは喋り続けます。でも水飲むんで、あー、坂木さん、うちの店はソーダストリームで炭酸作って出して、あ、ちょゴーって作るやつか、ジョーって作るやつか、いいね。課長さん、ひとみんの番組 A びっくりからかなっちゃんと仲良くなったんや。知ってます知ってます知ってますよ、なんで急に言い出してるんですか。林さん、早く良くなります、ありがとうございます。デートしようって、もう風邪ひいてるんでやめてください。水知らずのかなさん、お茶でした。でも私普段は水ばっかり飲むんですよ。今はねハーブティーとか今飲んで喉にいいやつを飲んでるんですけど、っていうか急にですけど髪の毛切りたいな、なんかこれぐらいにしたいけど普通に似合わん、男になるって言われて、うん、だよねって思って。水臭い、水いらず、水を得たかな、待って、水臭いかなって何、どういうこと、へへみたいな、へへって言ったらなんか完璧に昭和感出てあったけど、鼻水すごい出るんですけど私、やばいな、ここが鼻水やばい、なんか鼻水のか、なんか鼻の通りを良くするみたいに言ってから、ちょっと今ツイキャスの方だから
ちょっと表現するけど、なんかここの鼻の上の部分持って引っ張って、でここ引っ張るみたいな、ここガーッとすると鼻の通りが良くなるみたいな感じみたいですよ。いやー、よきね、この情報を得てね、ずっとやってるんですけど、鼻めっちゃ詰まるんで、ほんと無理みたいな。あ、シュートさん、稽古は大変ですか？大変なのでこうなってますはい、今日もね稽古なんですけれども、で昨日も稽古で夜遅くまでやってたので全然寝れてないんで、やばいんですよ、本番までこれかと思ってまあでもね、楽しくてやってるのでいいことだと思いますよ。頑張ってください。ありがとうございます。はい、喉が急にうぃー、どこかな、まあ、ホタルさんですね。はいはい、ホタルさんと、水の都といえばどこでしょう。水の中じゃないの。完璧にみんなあれじゃんなんで私にいっぱい聞くの、こうやって。困る困る。あと1分ぐらいだ。さあ、あと1分ぐらいですけど、とりあえずじゃあ宣伝だけしときますね。あ、シュートさんが舞台見に来てくれるみたいなことさっき言ってたんですけれども、ありがとうございます。さあ、チケットのねデザイン可愛くないですか。ほら可愛い、見えない、見えない、見えない、これほら可愛くない。ほら、でもフライヤーがこんな感じなの。もうチラシになってるんですけどね。はい、まあそんな感じで、あと15秒ぐらいなんですけれども、来週もお付き合いいただければと思うんですけれども、あー、これ言うの忘れてた。このあと16時からですね、新番組かなとかなでのかなえるラジオがやりますので、ようやく放送になりますので、よろしくお願いします。じゃあまたねー。